遺体が発見されるのは時間の問題。私は重要参考人として事情聴取され、明日の任務に行くのは不可能になる。カーリーを見つける。そうすれば私はここに来なかったことになる。全て片付いた後、匿名でケンパーの死を通報する。この道しかない。まずはストラットマンだ。娘について隠していることを洗いざらい喋らせる。ストラットマン家まで。動くな。片方が義眼の男だ。瞳の部分が赤くてな。いいもん持ってんじゃねえか。あんたの品のいいお仲間が取った指輪を返してもらえない？毒でも仕込んであるのかな。試してみれば。そんな挑発に乗る間抜けだと思ったのか。ああ、このアメ。なさなければならないことは何があろうとなさなければならないから。カーリー・ストラットマンはどこにいるの？あんたはまるで巨人だな。カーリーは